チベタンテリアチベタンテリアとは、チベット原産の牧羊犬種である。テリアの名を持つが、テリア犬種ではない。起源以前から存在していた古い犬種である。老い立ちは遊牧民が牧羊犬として使っていたものを寺院に寄贈したという説と、寺院で飼っていた神聖な犬を遊牧民に寄贈したという説が伝わっているが、どちらの説が正しいかは、よくわかっていない。 遊牧民には主に家畜の羊や薬を移動させる牧畜犬として使われていた。コートの長さの割には身軽に動き、時には薬の背中に登って遠方を見渡すこともいった。このように牧畜犬として働くほか、家の見張りをする番犬、狩猟を行う猟犬としても使われていた。また、牡蠣にはコートを刈り取って薬の毛と混ぜ、衣服の原料としても使われている。 寺院では神の使いとして大切に愛願されてきた。これが逃げてしまうと幸せも逃げてしまうと言われていて、厳重に管理されていた。本種を他者に寄贈することは幸せを分け与えることを意味しているため、遊牧民に幸せを分け与えるために僧侶が彼らに寄贈したのではないかとも考えられている。両所で大切に飼育されてきた本種ではあったが、かつて中国政府の命令により、 多くが殺され、絶滅の危機に陥った。幸い寺院や遊牧民は本種を政府の役員に見つからないように隠して飼っていたほか、国外に数頭輸出されていたため生き残ることができた。現在はチベット外でもペットや小毒具として飼育されている。日本でもあまり数は多くないがブリーディングが行われていて、毎年国内登録がある。 2009年度の国内登録等数順位は136位中91位であった。チベットでは、同期アプソと呼ばれる。全身を直毛、またはややウェーブがかった、シャギーコートに覆われた犬種である。手足やマズルは長めで、耳は垂れ耳、尾は巻き尾。耳と尾には、飾り毛がある。毛色は、チョコレート以外のブラック、ホワイト、ゴールド、ブルー、スチールなどの単色や混色。 体高36から41センチメートル、体重8から13.5キログラムの中型犬で、性格は温和で、陽気、好奇心が強いが、警戒心も強くやや頑固な面もある。状況判断力は、トムが、しつけはやや入りにくい。運動量は、やや多めで、身体能力が高い。かかりやすい病気は、半進行性網膜萎縮症、白内症、緑内症、 糖尿病、前提疾患、股関節形成不全など、ありがとうございます。